イタテイロです。今日はですね、ちょっと前にですね、スーパービーダマンのワイドワイバーン、これですね、これの組み立て動画を上げたと思うんですけども、で前組み立て動画の時にね、最後の方に外骨格のパーツって言って、ちょっとその話をチラッとしたと思うんですけども、その今回その外骨格のパーツ、これ OS ギアって言うんですけども、オーバーシェルシステム、OS ギア、これね、スーパービーダマン世代はすごい懐かしいと思うんですけど、これをね手に入れたんで、今日はこれを組み立てて取り付けまでやっていきたいと思います。かっこいいですね。なんかまあ人間で骨なんですけど、外骨格なので、ビーダマンを外から補強するって感じになるのかな。でこれをつけることによってね、ビーダマンにまたいろいろパーツを取り付けたりとかできるんで、今日これブラッククリアバージョンって言って、その黒の透明の半透明の黒かな、かっこいいやつなんで、じゃあこれを早速組み立てていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。早速組み立てていきたいと思います。
で今回はこの前回紹介した Y バーンに、今回購入したこの OS ギアをつけて発射してみたんですけども、で、まあ、今回あの2パターンでこの今回 Y バーンについてたこのショートバレルをつけて発射してみたのと、あと今回この OS ギアの方についてたこっちのパーツ、これをつけて、まあ、発射してみたんですけども、まあ、威力としてはこっちのショートバレルをつけた時の方が明らかに強かったです。まあ、多分 OS ギアをつけただけでもちょっと威力が上がるのかなって感じでした。でまたね、何回も言ってるんですけども、この OS ギアにはこの他のパーツを取り付けることが可能なので、まあ、こういうのになるんですけども、まあ、それがまた手に入って紹介できるようだったらまた紹介していきたいなと思いますので、またその時に動画上げたいと思います。この動画が良かったと思った人は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと僕 Twitter と Instagram の方をやってますので、そちらの方のチェックもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。